北と左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼だまりが近い。行こうぜ。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、お年目の時間で助かったぜ。それをなして逃げちまったとはよ。邪魔すんじゃねえ。そこをどいて。仕掛けだ。どうだ。この調子でいくぞ。次も勝とう。もうすぐだね。この匂い、自分自身は。
ちは任せる。よしやっちゃおう。驚け、崩れた。邪魔だ。気をつけてね。おう、任せて。行くよ。よっしゃ、期待してるぜ。繋いでいくぞ。できるよ。シュー、やっ、このまま行くよ。逃がさねえぜ。ガツンと頼むぜ。カツンといい。うん、
しろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか。脱出ポイントは正面口だ。北道戻るぞ。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる？薄汚いネズミども、よく来たな。戦意先導広報作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶない。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が追加されました。1番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ州にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカ物。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% で想定より遅延しています。立ち中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲し、ブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。よし、やっちゃおう。このどうだ。ここで近づいた。あとは逃さない。
らの思いつぼってことだよね。ああ、奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや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 、そうはいくかよ。ああ、公開政策って言うから、あのデカブツをぶっ壊して神羅に赤っ恥かかせてやろうぜ。ああ、悪くない。ブリッジへ連行しろ。ハイデッカー到着。運び込め。ハイデッカー統括がお待ちかねだ。積み込み完了。 B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命狙う。やばっす。何してたか調べるぞ。バレット・クラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。お、何拾った。カードキーだ。使えるかもしれない。おお、取っとけ取っとけ。リフト動かせそうか。カードキーがいる。拾い物の出番だな。 M ユニットって書いてある。これが部品かな。ああ、マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。
君だ。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られてるんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。7フロア、発送開始。了解。 D8 フロアの物資が届かず、通信不通。至急確認願う。侵入者だ、捕らえろ。こちら D7 フロア、侵入者とは全然の状態で侵入。操作盤も2つだね。しゃあ、邪魔し放題だぜ。まずカードキーを探そう。見つかった？1枚だけ。操作は1度だけか。リフトは2つなのに。クラウド、決めて。
こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット、それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。こっちのリフトが運んでんのはビッグボンバーだとよ。通称ビッグバン。強力な爆弾だ。捨てれば弾数を減らせるな。どれを捨てるのか決めてくれ。こっちは動作速度が上がる AI コア。どれを捨てるか決めた？私も同じことを思ってた。廃棄した荷物はどこに行くの？おそらく廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか？かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。いいか、みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。
そこ違う。かっ、うわぁ、ちょろいもんだ。カードを見つけた？一枚だけ。でも、リフトは三つだ。選ぶしかないね。こっちのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて、シンラの計画をボロボロにしようぜ。M ユニット、機動兵の強化パーツだ。どれ捨てるかは任せるぜ。どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。シンラをぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろう。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。遠慮しておく。
で物資が足りない。 B5 フロア、大至急発送を願う。了解。侵入者だ。取り押さえろ。狙う。覚悟はいい。よろしくね。おう、任せて。遅い。終わり。どんどんよ。集中砲、こっちはどうだ。ここは何を送ってやがる。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。決めるしかないね。AI コアを廃棄しました。うん、いいと思う。悔しがるね。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。そうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは。準備はできてる。デカ物をぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。その時はあんたも一緒だ。気負いすぎる。私に任せて。引き出す。出番だよ。俺の見せ場だ。ガツンと頼むぜ。消えるぞ。邪魔だ。よろしくね。待ってました。期待
やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。整備の状況は？ AI コアが不足。現在緊急対応中。急げ。統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ。捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。今しばらく猶予。連携しよう。頑張るぞ。邪魔だ。戦闘状態に突入します。ポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断る。あ、行き止まりか。パイプ登れないよね。他を当たろう。何かいる。うわあ、でも来い。まま落ち着いていく。さあ行くよ。よろしくね。俺の見せ場だ。まだまだ。期待してるぜ。そこ。沈め。終わらせよう。
何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろん、クラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。どうやって開けるの？仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在、緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ、俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ、クソ。まあ、二人ともよく見てね。行くよ。せーの。緊急ロックモード解除しました。おっしゃーやったね。すごい、息ぴったりだった。そうだな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か？開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか？同じだが、こっちは何度か繰り返す。はっ、楽勝だぜ。うん、やってみよう。ティファに合わせるんだ。わかってる。さあティファ頼む。最初の入力行ってみよう。せーの。セキュリティモードレベル1解除。2人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やった、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もう一踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃー、死んだ目ざまー見やがれ。完璧だね。息ぴったりでびっくり。もしかして
ソルジャーって心まで読めちゃう？その域にはまだ安心した。おい、さっさと中を拝もうぜ。魔法は見たものの
がソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さてスラムの道化師諸君、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。ウー隊だと。なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意洗脳広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決めた。てめえ。さあショーの始まりだ。ミッドウェル全市民の敵アバランチ。軍隊との共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。行け。まあ、
出番だよ。俺の見せ場だ。よっしゃ、気合い入れてけ。頑張るね。名残惜しいが、お別れの時間だ。
爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード。